ジャヤとジャワの栄光の歴史、古代の交易と帝国、インドネシア。こんにちは、皆さん。今回は東南アジアの壮大な歴史に光を当てますが、皆さんはマラッカ海峡がどのように世界の交易に影響を与えたかご存知ですか？また、シュリービジャヤやシャイレンドラ王朝という名前を聞いたことがありますか？今日はこれらの古代海洋帝国の興亡とその文化的遺産について掘り下げていきましょう。1. シュリービジャヤ王国、海洋帝国の勃興とその商業ネットワーク。シュリービジャヤ王国は、7世紀にスマトラ島のパレンバンを中心に起こり、約700年間にわたって東南アジアの海洋と商業活動を支配しました。この王国は、その地理的な利点を生かして、マラッカ海峡を通過する主要な東西交易路の中継点となりました。この戦略的位置により、シュリービジャヤはペルシア、アラブ、インドの商人たちとの間で盛んに交易を行い、豊かな商業ネットワークを築き上げました。シュリービジャヤの繁栄は、交易によってもたらされた経済的な富に加え、文化的な交流が大きな役割を果たしました。この王国は多様な文化が交差する場として、様々な宗教や言語、芸術が融合するメルティングポットでした。特に、シュリービジャヤは仏教の中心地としても知られ、多くの僧侶や学者がこの地を訪れ、学問や宗教的な知識が集積しました。また、シュリービジャヤは中国との朝貢体系にも積極的に参加し、これにより政治的な保護と商業的な特権を享受しました。この外交関係は、王国の国際的な地位を高め、より広範な交易網の形成を助けました。しかし、その強大な力は周辺国との競争をも引き起こし、時には軍事的な衝突にも発展しました。2. シュリービジャヤの仏教、大乗仏教の拠点としての役割。シュリービジャヤ王国は、7世紀に現在のインドネシア、スマトラ島に成立し、大乗仏教を国教として採用しました。この王国は、その戦略的な位置と富裕な経済に支えられ、東南アジアにおける仏教の中心地としての役割を果たしました。シュリービジャヤは、多くの仏教寺院と学院を設立し、広範囲にわたる仏教学の中心となりました。7世紀にこの地を訪れた唐の僧侶儀仗による記録は、シュリービジャヤがどれほど重要な宗教的地位を占めていたかを示しています。彼の記述によれば、1000人以上の僧侶がこの地で学んでおり、彼らは高度な仏教教義や儀礼をマスターしていました。これは、シュリービジャヤが単なる政治的な力の中心でなく、精神的、学問的な権威をも築いていたことを物語っています。シュリービジャヤの仏教寺院は、地域内外からの巡礼者や学者を引きつける場所となりました。これらの寺院は、仏教芸術と建築の発展の場でもあり、多くの仏像や壁画が残されています。これらの芸術作品は、インドア大陸の影響を受けつつも、地元の文化と融合し、独自のスタイルを生み出しました。さらに、シュリービジャヤの僧侶たちは、東南アジアの他地域へ仏教を広める使命を担い、隣接する地域への仏教の普及に大きく貢献しました。このようにして、シュリービジャヤは周辺国に対しても文化的な影響力を行使し、仏教文化の橋渡し役としての重要な役割を果たしました。3. シャイレンドラ王朝の台頭、ジャワの仏教王朝とその芸術。8世紀から9世紀にかけて、中部ジャワにおいてシャイレンドラ王朝が台頭しました。この王朝は仏教を深く信仰し、その信仰心の表れとして、世界的に有名なボロブドゥール寺院を建立しました。シャイレンドラの治世下でジャワは、建築、彫刻、絵画といった多方面にわたり、顕著な文化的発展を遂げ、東南アジアの仏教芸術の中心地となりました。ボロブドゥール寺院は、その複雑な構造と装飾が特徴で、仏教宇宙観を象徴するデザインが施されています。この寺院は多数の浮き彫りで飾られ、仏教の教えやジャタカ、ブッダの前世の話が石に刻まれています。これらの芸術作品は、シャイレンドラ王朝の技術的な精緻さと宗教的な熱意を今に伝えるものです。また、シャイレンドラ王朝の交流期には、ジャワ島の他の地域にも影響を及ぼし、仏教文化の普及に寄与しました。この時期のジャワは、地域内外から訪れる僧侶や学者の中心地となり、宗教的、文化的な交流の場として栄えました。シャイレンドラ王朝の統治は、ジャワの政治的な風景だけでなく、社会と文化の発展にも大きな影響を与えました。王朝の支配者たちは、寺院や僧林の建設に積極的に関与し、仏教教育の普及に努めました。これにより、地域社会における仏教の地位が確立され、後世にまでその影響が続いています。4. コマタラム王朝とヒンドゥー寺院プランバナン。
9世紀にジャワ島で重要な政治的変革が起こりました。ヒンドゥー教を信仰するコマタラム王朝が力をつけ、仏教を信仰するシャイレンドラ王朝を追放し、中部ジャワにおける支配を確立しました。コマタラム王朝の台頭はジャワ島の宗教的及び文化的風景に顕著な変化をもたらしました。特にこの時期に建立されたプランバナン寺院はヒンドゥー文化の影響を色濃く反映しています。プランバナン寺院はヒンドゥー教の指針であるシヴァ、ビシュヌ、ブラフマを奉る壮大な寺院群であり、ジャワ島におけるヒンドゥー建築の最高傑作の一つとされています。この寺院群は細かい彫刻で装飾された数百の石造りの寺道から成り立っており、その中でも特に中央に位置するシヴァ神を祀るメインの寺院はその高さと壮麗さで知られています。これらの彫刻にはラーマーヤナやマハーバーラタといったインドの叙事詩が題材として取り入れられており、ジャワ島におけるヒンドゥー教の教義と物語がどのように授業され翻訳されたかを示しています。コマタラム王朝の下でプランバナンをはじめとするヒンドゥー寺院の建設はヒンドゥー教の教義を反映するとともに、王朝の宗教的及び政治的権威を象徴する手段として用いられました。これらの寺院群の建設は国家プロジェクトとしての性格を持ち、大量の資源と労働力を動員して行われました。その結果、ジャワ島の文化的景観はヒンドゥー教的な要素によって大きく形作られ、地域の宗教的アイデンティティに深い影響を与えました。5. 東部ジャワの政治と文化の発展。東部ジャワの政治的及び文化的発展は、929年から1527年にかけてクディリチョウ、シンガサリチョウ、そしてマジャパヒトチョウといった一連の重要な王朝の下で顕著でした。これらの王朝は、ヒンドゥー教とジャワの伝統文化が融合し、ヒンドゥージャワ文化を形成しました。この文化は、地域の政治、経済、そして文化に深い影響を及ぼし、東部ジャワをインドネシア史上最も影響力のある文化的中心地の一つに変貌させました。クディリチョウは、プランバナン寺院の影響を受けたヒンドゥー教の伝統を継承し、地域の政治的統合と文化的な発展を推し進めました。これに続いて台頭したシンガサリチョウは、より積極的な拡張政策を取り、ジャワ島のほぼ全域を支配下に置きました。シンガサリチョウの王たちは、宗教的及び世俗的な権威を確立するために、壮大な寺院や水利施設の建設を行いました。最も隆盛を極めたマジャパヒト朝の下では、東部ジャワは真の意味での文化的黄金時代を迎えました。マジャパヒト朝は、シンガサリチョウの基盤をさらに拡大し、スマトラ島からバリ島に至る広範な領域を支配しました。この時代、ジャワ島は周辺地域の政治的、経済的なハブとして、また芸術、文学、演劇が繁栄する文化センターとして機能しました。マジャパヒト朝の支配下で、ジャワの芸術家たちは独自の彫刻スタイルを確立し、レリーフやフレスコで飾られた壮麗な寺院を建設しました。これらの王朝によって発展したヒンドゥージャワ文化は、宗教的実践、文化的慣習、そして社会的構造において、ジャワ島のアイデンティティを形成しました。彼らは教育と文化の広がりを促進し、ジャワ文字の使用を推進することで文学と記録保持の伝統を豊かにしました。この文化的遺産は今日に至るまで、ジャワ島及び広範なインドネシア地域の文化的基盤として重要な役割を果たしています。6. 三部制の形成と東南アジアの孔子国家群。三部制は、中国の資料に記された東南アジアの海洋帝国シュリービジャヤ王国とその政治的、文化的後継者たちの影響力がマラッカ海峡域に及ぶことを表す名称です。この用語は、シュリービジャヤが7世紀から14世紀にかけて、この地域で果たした支配的な役割を象徴しています。シュリービジャヤは、その戦略的な位置と豊富な資源を利用して、東西交易の中継点として繁栄しました。その影響は、ペルシア、アラブ、インドの商人たちが集まる商業ハブとしての役割にも及びました。シュリービジャヤの支配地域は、現在のインドネシア、マレーシア、およびその周辺地域に広がり、この王国は地域内の他の孔子国家群とも密接な関係を持ちながら、地政学的な優位性を保ちました。この地域でのシュリービジャヤの活動は、文化的な交流だけでなく、宗教的な影響ももたらし、仏教、特に大乗仏教がこの地域で広く受け入れられる基盤を作りました。三部制という名称が登場するのは、中国の資料でのことで、これはシュリービジャヤが中国とも積極的に朝貢関係を結んでいたことを示しています。シュリービジャヤ王国の王たちは中国の皇帝に定期的に朝貢し、その見返りに貿易許可や政治的支援を得ていました。このような国際関係はシュリービジャヤの政治的地位をさらに強固なものとし、その結果東南アジアにおける主要な力としての地位を確立しました。三部制の時代には
多様な文化や宗教が共存し、特に仏教の教義や習俗が地域内で広まり、学術や芸術にも大きな影響を与えました。シュリー・ビジャヤ王国とその文化的、政治的後継者たちが築いたこの繁栄の時代は、東南アジアの歴史において重要な章であり、後世の地域国家形成にも影響を与え続けています。まとめ。今日取り上げたシュリー・ビジャヤとジャワの王朝は、現代に残る遺跡を通じて、その時代の人々の信仰と日常がどのように結びついていたかを教えてくれます。これらの古代帝国が築き上げた豊かな歴史は、今なお私たちの文化に色濃く残っています。この動画が気に入ったら、ぜひいいねを押して、コメントでどの部分が最も興味深かったかを教えてください。また、チャンネル登録をして、さらに多くの歴史探訪を一緒に楽しみましょう。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。